K-J-POP の1曲目は ESOS です。全曲撮影 OK です。ネギで簡単な質問があるの。どっちにするか答えてくれる？K-POP と J-POP を融合して東京発ソウル経由でアメリカを目指すユップが from K-J-POP です。はい、去年の10月ここのステージでやらせていただいた時は私一人だったんですけど、今日は念願の、はい、全員でここに立ててとても嬉しいです。はい、はい、それでは順番に自己紹介します。はい、それあすいません、待って、説明 しますね。はい、私たちは全員日本と韓国のハーフだと言われていますので、日本名と韓国名があります。はい、ソヨミエです。イエーイ。高校1年生の16歳です。よろしくお願いします。イエーイ。
ゆあゆめ。はい、ゆりゆめです。イエーイ。中学2年生14歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はゆりちゃん。はい、アリンよりです。イエーイ。中学2年生の14歳です。あ、ちょっと今日2週間ぶりでちょっと声がちょっと気持ち悪いっていうか出ないのであの変な声出しちゃうかもしれないんですけど気にしないでください。はい、よろしくお願いします。イエーイ。次はサラン。はい、サランももです。イエーイ。中学1年生の13歳です。あの今日はあの自分で初めて一人で巻きました。よろしくお願いします。イエーイ。次はアイちゃん。はい、カナイです。イエーイ。中学2年生の14歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はココロちゃん。はい、ココロです。私はまだグループには入っていないんですけど練習生として一緒に皆さんと踊ったりあの土日にライブがあってその時は一緒に参加させていただいたりもしているのでこれから頑張っていくのでお願いします。イエーイ。はい、次が最後の曲になってしまいました。へえ。最後は私たちのデビュー曲ウィッシュウィッシュです。この曲は KJ-POP のコンセプトに合ったかっこかわいい曲です。それでは聴いてください。この物販では初めての方はお好きなメンバーと無料でツーショットが撮れるのでぜひ遊びに来てください。
この後は事務所の先輩の N0 さんの登場です。以上、ゆっくら from KJ ポップでした。ありがとう。